アーマグリスナーの皆さん、お元気ですか。私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。早速、今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のゲストはこの方です。はい、えー、皆さんこんばんは。同志社女子大学の影山孝彦です。はい、今夜は同志社女子大学教授の影山孝彦先生をお迎えして、三月に一度のドラマクラブということで、 いねすみちゃん3か月ありがとうございますいつもあの3か月に一度の宿題の時期が来まして見ましたかちゃん本見ました翼は戻ってこないめね街ごとにはいきなは戻ってこない見ました一気にほんまに見たんほんまに見ました一気に10羽飾りをはい もういつまでたっても宿題ってねあり続けますよね生きてる限り人間って影山 <laughs> 先生もそうでしょ医療現行の締め切りがあり,り大学の先生の仕事の締め切りがありそうですもう大学は今夏休みですかところがやね、はい、すみちゃんえ今日が7月17日はい7月の、はい、29日まであるんですよ授業が大学って夏休みが、はい ものすすごい長い長イメージがあるんですけど僕らの頃ねそうでしただけど、今は少なくとも、まあ9月もね、はい、あ,のある程度休みだったりはしますが、ええ、夏休みに入るまでの,この期間というかね、7月授業をしてる期間は、はい、授業が7月末まであって、そうです小中高大で、大学生が一番、これ、大学生喜んでると思うけど、ええ、一番最後まで頑張ってるよ。頑張って、で、うん、そっか、らまだ試験があるんですか。っかから8月に、えー じゃあお盆前ぐらいまであるんでですか、まあ、お盆まではないけどねさすがにねでも8月入ってからそうですね8月1週ぐらいは88分,分賃デーぐらいまではあるからあるんですか大学生はあるんじゃないかな、えー、まあ大学によってもちろん違います、えー、違いますけれどもあの私立国公立とまた違いますけどね、えー、でも今の文部科学省のまあいわゆるまあ指導と言っていいのかどうか、はい あの春学期秋学期前期後期それぞれ15週ずつ授業をしなさいと週、はい、しなさいって言ったら語弊があるのかな、ええ、するようにっていうのがあって、はい、それをまあまあ忠実に守る大学がほとんどですから、えええー、我が同志社女子大学も15週,15週かける2。あ じゃあまだまだ影山先生も夏休みじゃなくてまみスミちゃん覚えてるあの大学はまあ多分あんまり行ってなかったと思いますけどあ,す、はい、あの半期前期後期それぞれ何週あったか覚えてますか、はい、何週あったか全く記憶ないですねさや佐山さん覚えてますか覚えてないですよね <laughs> で僕の感覚ではね、はい、10週ぐらいだったんちゃうかなと思うねまあスミちゃんと僕と10歳以上違うけど10週っていうことはないんじゃないですかないからだって4月から始まって、うん、56 はあるわけでしょ。456は確実にね、4月のん、うん、初めから始まって、うん。ただね、ただ、あのー、まあ、すみちゃんのあのー、時期、サヤマーディレクターの時期、僕の時期とまあ微妙な違いはあるけど、はい、就職試験が、はい、今も3回生のあ秋学期後期ぐらいからあるわけですよ。 僕らの時期は僕らの時期ってわかりませんね1985年が、えー、大学4回生だったんですけど、ええ、大学4回生の夏休みになる頃に始まったんですあ,あ、就職活動が,がで7月になったらもうリクルートスーツ着てたような気がするの、ええ、もう30数年前からはっきりわからんけど、はい、ということは授業なかったんちゃうかな あそれまでに単位をもう4年生やから取り尽くしてるからそういうことができたっていうことう4回生やからってのもあるのかなうんだけど大学全体もなんか夏休みになったような気がするけどあそんなに就活って遅かったんですか遅かったんです、えー、あこれなんかちょっと固めの話ですけどいいですかね今のメディア業界がどうか、はい、言われてるじゃないですか、えー、で えーまあ、今もテレビ業界たくさんの受験生はねあの受けるようなんですが、ええ、あの放送業界ね、はい、で、えー、かつてはあのメディア業界、えー、出版とか広告も含めてが、はいえー、就職試験一番最後だった最後はい銀行からまず始まった銀行,銀行始まって生命保険そ損害保険だった、ええ で、商社メーカーになった。はい、で、それが全部片付いていって、10月の1日、10月の1日から、あ放送業界と広告業、はい、11月1日から新聞出版が、それ4回生ですね、もちろん。ええええ、そういう順番だったから、えー、これ僕は言いたいですけど、<は>マスコミ出身者として偉そうに言いたいですけど、 ということは、絶対にメディアに行きたい人間が最後は残るわけよ。あ、なるほど。もう他の業種に目もくれず。うん、そう。そう,うん。今はむしろマスコミメディアが一番早いから、はい、他で、あ、これなんかもっと今時良さそうっていう業界に逃げ出してるわよ、ええ。ええええ。それはね、どうやねん。優秀な方々は僕らの時期よりも多分今の方が入ってるかもしれん。入ってるかもしれへんけど、ずっと メディアやマスコミや放送や出版や<ー>新聞やっていう人は減ってるんちゃうか、ね、じゃあ影山先生は MBS にその40年前に、はい、1986年の春に入社してだからそこは38年前かはい2001年の9月末に退職しましたのでその時は就活の時はもうマスコミと決めてはい 他の業種には目もくれずそうですいや,いやくれてるんですくれてるんですくれまくってるんですけれくれまくってはいたもの,のだ,ってだってもうそれね内定欲しいや,いやまあそうですよねだから某メーカーさんの内定をいただいて、ええ、で十月一日の午後に mbs の第一次面接だったんですね、はい、それ東京支社でやってくれたから<え>で午前はその某 おメーカーに「これから皆さんよろしくね」って言って内定者懇談会に僕も顔を出して「皆さんよろしく」って言ってだから幻の同期たちがそこにはいてで午後からもう走ってエンベスの一時進出を受けに行った、うん、懐かしいですね思い出し<あ>でもそんな遅かったんですね4年生の夏とかかららだったら、はいはい ねえ、今って、だからもう、かわいそうやなって思うんですよ。あの、そういう話聞くとね、就活の話聞くと、うん、大学生活を楽しむこともなく、そうですね。ねえ、うん、もう、もう、半ば過ぎたらもうそういう就活っていうような、うん、で、いろいろ、なんていうんですかインターン、インターン、インターンシップ。インターンシップっていうんですか。うん っていうそういうことをやって実績積んでとかアピールしてっていうようなことが必要になるわけでしょそうですよ大変ですよねすみちゃん念のために聞きますけど、はい、学知ってご存知学,学校の地下っていうことじゃゃ学とかあるようなくてボケてるわけじゃなくてあの一瞬も,も,も,もう3秒ぐらいちょっと真剣に考えてみてもらって今の流れで僕学地化って申し上げましたよね 今の流れにも言就職活動だの今の大学生たちは可哀想だねって住田隆平弁護士が言いました。はい、学歴化に悩む今日の大学生。学歴化？うん。学歴化じゃないってことですかじゃあ学はあお出ますよ。はいはい。<の>大学の学、ねね、学生の学、はい。歴化<下>。何なんですか。力を入れたことなんですよ。 学生時代に力を入れたこと、<あ>学知化があるかないかで、もう本当に大学生は悩むわけ。学知化って言うんですかそう。うんで。学知化が欲しいわけ。 学知がだって面接の時にもう流れるようにしゃべれるでしょ、えー、学生時代に力入れたことは何ですかと私はこうで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 あでこうで」って言える人と、えーうん、何もない子だから3回生の秋学級になったら「先生私学知化がないんです」って言って悩み出すいもないの方がええわ <laughs> もう遅んだっんかってその作られた学知化よりね <laughs> はい 学知化を作るためにわざと <laughs>、うん、わざとというか影山先生もね、うん、教員の立場で言いにくいと思いますけどよ学知化とか僕なんかそういうのを聞くとねもう子供もまだ小学生やから、はいあのー、全然わかんないんですけど、うん、僕ら同級生の子供とかもっと大きくて、うん、例えば内申書がどうやみたいな話聞くとね、うんうん、そのためになんかするっていうのは。 本末転倒やなっていう思うんですけどね100賛同します、うんうん、でもすみちゃんがもしあの大学時代戻って学知科当時は学知科ってことはないけど「はい、隅田竜平さんあなたは学生時代に力を入れたことは何ですか?」って,なんて答えたなその時学知科で言うとうもう大学生というか司法試験の勉強を始めてたんでなるほどそうなんですよだから私はもう一切就活をしていないしそうですもんねそうなんですよ、うん、そのまま大学出ちゃったんで、うんうん じゃあかなり仮想現実だねだから企業受けてないからね。受けてないからうん、うん、だからそういう、あのー、そういうこと言いたくなかったのかなだからガクチカとかっていうことを <laughs> 多分 <laughs> その今だったら、あのー、この47のね,、はい、あね生きてきた。はい 今だったらそういうそこはもう妥協して、うんうん、作られたガクチカでもね嘘でも何でもいいからうんガクチカはこれですって言おうとしたと思うんですけど。はい あの22の頃の自分はそういうことを言いたくなかったのかもしれないですよね。うん、そうやね、スミちゃんと長い付き合いからスミちゃんがなんかガクチカをとうとうしゃったらさ、もう流れるように喋ってたら嫌やわな。いやいや。まあ、でもねそうあの、そういうのは嫌やなみたいな生き方をしてると、この年になってしんどいなと思いますよね。うん、<laughs> まあしんどそうに見えこの流れに沿ってね、みんなが同じ方向を向いてるときに、うん、同じ方向を向いてる方が生き方として楽でしょう、うん。僕ら 友人関係も含めてそういう人めっちゃ少ないやん。うん、右向け言われたら左向くようなタイプの連中が集まって仲良くしてない。いまあ、まあ、多いとは思うんですけど、うん、だから難しいですねそういうことってこれから子供に教えていくときに、うん。<laughs> ねえ、その、自分はどっちか言ったら、そう、そういうあ、なんかもうへそ曲がりで、うん、ねえ、少数派の方に、無理から言ってたところあるんですけど、うん、それで結構、今思うとしんどかったなとか思うんで。そうかないや、あの、いや、僕自身ね、うん、その、そのしんどいとは正直、今、適当喋ってて、思ってないで、ね、す。思ってないよ。思ってないけど、結果的にしんどかったんちゃうかなと思うんですよ。<laughs> あそ,うね、そのしんどいことが多いから、なんとも思わん。うん うん、ななんとやっていけないってていいいけうなんか今すごい抽象的な話してますけど、うんうん、だからまあそのねみんなが学知チとは何ぞやって言うてる時に、うん、それに頭悩ますっていうのもうん、うん、ほんまは生き方としてねそういう選択肢を僕最初から省いてたのがどうやったんかなっていうでも僕もそうですしね今あの、うん、すみちゃんあの学生だけじゃなくてさ親御さんが。はい もうあ,あ大学合格してよかったよかったじゃないですか一回生の、ねえー、親御さんだったら、えー、それをあのそういう懇談会みたいなところにいらっしゃって、はいえー、お相手したりするんですけど「うん、昼食とか大丈夫でしょうか?」とか「あ<ー>資格はどのようなものを取っていたらいいでしょうか?」とか言回,回生の親御さんよ。うん、聞いてくるんですか まあそういう親御さんだし子供もそうやって真面目だした,ただねでも僕も子供のことになると聞いてしまうかもしれない、うん、<laughs> そのねあの一年生で懇談会がもうね二回あったかなすでに一学期だけで先生との 地元の公立の学校なんですけど、ねうん、普通そういうのって僕ら子どもの時あの家庭訪問が1回二回あるだけやったと思うんです、ね、あったあったあのおふくろがなんかあたふたしてな,、うん、なんかお茶菓子用意しなきゃいけないとか言うて、はい。っていうのがあったと思うんですけど、うん、もうすでにね1学期で2回あってすごいね。 ああほんで何か「あの気になってることありますか?」とかって言われたら特にないんですけど何、うん、か聞かへんかったらあんまり、ね、あの教育に熱心じゃない方やと思わるのが嫌で、ね、<laughs> <laughs> どこに対するの気使うてる <laughs> いやだからそういういうになってくるんですよ、ね、だからまあ,あの、うん、こう先生に聞くことかなみたいな思いながらいろいろ聞いたりはね。う だから例えば登校班で仲良く行くんですよみんなでね。で僕は事務所が同じ方向なんで一緒に見守りたいみたいな感じで行ってるわけですよ。です歩いいてごねその時にうちの娘がね何人か同じ学年のお友達と楽しく喋ってるんですけどその例えば一人のこと習い事が一緒で。 でその子とその習い事がまあプールなんですけどねスイミング行ってて、はい、でその話をなんかするしてるときがあるんですよって、うん、なったら一緒に行ってへん子は何の話しか分かんないじゃないですか確かにねうんでちょっと寂しそうやなみたいなことをね思うんだけれども僕はね、うん、それを小さい子にどう言うたらいいのかがねその ああいうその何々ちゃんとは確かに昨日同じようね、えー、出来事を共有してて、うん、習い事を共有してて、はい、でも次の日にその思い出を思い出っうか昨日あった話をすることによって言ってへん子はさ、まあ、寂しかったりするわけですけど<ぁ>そういうとこ気を使えて逆に1年生には言うべきじゃないかなと思うんですよねすみちゃんは細やかな気遣いやなでも <laughs> いや僕はほんま繊細な男なんですよや繊細すぎて <laughs> あのいい加減になってるんですよ結果的にこう <laughs> 一周回ってもういい加減に切りるす 何週も回ってる何週も回ってるそういうのが気になるんですよだからその部分をただそこに、あのーね、でそういう時は気を使ってそういう話題せんときやったら今度はまたうちの娘が萎縮するかもしれないと思うんですよ、うん、でそういうことが今度逆の立場であると思うんですよまた他の子らが遊びに行っててそれうちの娘が経験してなくてそれを聞いて、うん、あ寂しいなって思ってあ、自分もやめとこうってなるのを待った方がほうん、<laughs> そこまで考えてんのそこまで考えてますよ<ー>で、そういうい話を あのーそれど「どうしたらいいんですかね?」とかで先生に聞いたりね、うんうん、先生はもう「それは気になるんやったら言うはったらええんちゃいます」ぐらいで感じたんですけど結構そういうの思いますよね。<ー>で例えばその子供が喋ってて<は>そのね、あのー、まあ女の子三人いるとしてこう喋ってる時に、うん、まあ誰かが喋ってる、うん、そしたら聞くもう一人が喋ってるまた聞くとかほんで自分が喋るとかあるじゃないですか。はいはい、そのとにいやちょっと あの、うちの娘ふきちゃん、ボール持ってる時間長いでとか思う時あるんですよ。<laughs> <laughs> あの、<laughs> そういうのね<ー>、うん。もうちょっとボール回していかな、みたいな。でも、それは今言うべきやないな、とか思うんですよね。<ー>うん。なんかそういうのあるじゃないですか、会話で。うん、うん。あの、僕ね、あの、昔ね、サッカー部でサッカーやってるう時に、 僕サッカーの解説者がこの選手はボールを持ってへん時の動きがいいんですよっていうのの意味が分からんかったんですよ子僕もの時は。でもそのね僕ねそれが最近富に分かるのが ABC ラジオで浦川さんと私とネイビー・ザ・フロの皆川さんとかあと丸亀ジャンゴの北村さんとかがこの芸人さん2人は各州で3人でやってる時にその時にあボール持ってへん時の動きすごい大事だなって思うようになって。 ボール持ってん動きっていうのはあとの2人が喋ってる時あるいは誰か1人が喋ってる時の対応の仕方三3人やったらこう3者でまあ1人が喋るの時に2人が2人とも相づちを打つとうるさいじゃないですか1人でいいじゃないですか相づちは,は, <laughs> は。やね、はいやさすがってみいたくていやそう相づちがあ片一方が打ってる時はあ、黙っとこうとかでこので例えば他のおねその皆川さんとか北村さんのコーナーの時にその話題に関連して、うん。 なんか自分があ関連した話を思い出した時にも、あ今はここが俺がボール持ったらあかんとか。 だからそ,<ー> <laughs> そ,そういう、そういうのはあるでしょいや、だから今の話聞いて、僕もね、あのテレビ、ラジオのディレクター、プロデューサーをやってたので、はい、そういう時に、いわゆるイヤホンですよね、リスナースの皆さん、はい、トークバックって言いますけど、そこで指示は出したよ、はい、ああ、ちょっとあのうなずき大きいなとか、はい、ちょっとあの墨田君黙っといてとか、はい、そういう個々に指示は出したりはしたけど。はい でも自分が喋るとなるとそんなこともう,もう関係なしでお構いなしでもう楽しいことわーって喋ゃっちゃうからでもねゃんは,は今多分佐山さん聞きながらね「うん、お前ずっとボール持ってるやんけど」どて <laughs> 思ってんのもんですよ。<laughs> ううななずずいいててるるでもそれは僕の弁護士仲間のね2人が来るときとかボール持ってもたもたしたりとかねああ慣れてらっしゃるとかそういうとこやるから僕はボール持つようにはしてるんですけど何週間回ってそうなって結局そうもうそうなんですよでもそういうボール持ってる時間長いでとか1年生に分かんないじゃないですかほんで逆にそういうことを言うことによってそれがプレッシャーになってもね いボール渡さないみたいになっても悩み出すわそんな小学生パパの言うことむずいってなるじゃないですかだからそこはもう多めに見るというのもおかしいですけどまあこれからの生きていく過程でね気づくとは思うんで子育てはわずかながらというか先輩だから若干偉そうなこと言うとねリスナーの皆さんごめんなさいね偉そうなこと言うもうね娘が31なんですけどもうご結婚もなされてお子さんもはい子供でも何でもないけど でもここはこう言って言おうとかこの静けのためにこうだっていうことを身につけて大きくなってるとは限らないなんか知らんけど気が付いたら「めっちゃ俺に似てるわ」とかあ、はいはい、っていうどこかでスミちゃんをパパを見てんねん<ー>だから背中を見て育てたらよう言うたもんでまあでも、それはわかだからスミちゃんのその気遣いは多分受け継がれる。うん、ふこちゃんにふ… 受け継がれて大きくなっていくと思います。はい ただだからねあの僕はほんまに繊細が故にもうデリカシーなく振る舞うようになってるうちにほんまにデリカシーなく振る舞ってしまうようになってるんですよ結果的にねすみちゃんそもそもさあの自分で自分のことを繊細っていう人はあんまりいないねそ繊細な人が繊細とは言わない今でもあの影山先生言われてちょっと調子乗ってねあの乗っかったんですけどいやほんまにそうなんですよあのあるねうんある政治家の人がいてその人があの自分は あの理屈で、えー、理屈意味で思われてますけどいや違うんです情に熱い人間なんですっ、ね、て自分で書いてる人いたんですけど、うん、何自分で抜かしたのねが <laughs> と思うわけですよら <laughs> そ,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 それは他者の評価でしか意味がないわけですよ <laughs> <う>繊細にしてもね、うん、で主観ほど危ういもんないじゃないですか<ない> <laughs> ね、うん、言ってることがコロコロ変わってますけど <laughs> いやもうないや <laughs>、うん、そうだか隅田隆平は隅田隆平のままでいいのよ ね、いやでも難しいですねその,、うん、そのなんか人間関係のこの押し引きとか、うん、そういうものをねまあでもそれはもう自分が経験して学ぶことやろうし、うん、僕だって親にそんな教えてもらってないし。うんうん その押し引きうちの親父なんていまだに分かってないですもんねもう8時を前にして名物お父さんね全然分かってない人付き合いとか分かってないからまあ自分で学ぶことやなと思いながらその見守り隊で後ろで歩いてるとそういうふうに思うことがあるんですよねそうねまあ何せ学竹家はもういらないよと隅田先生が言ってたよって大学の授業で言っときますでもねそれはねダメですダメですちゃんといいろろ 選択肢は確保しといた方がいいじゃないですか。い偉いこと言うな。思うんですよ。キャラ変あのい今いまいなって思うんですよ。<う>本当にこの <laughs> あの大学受験大学受験じゃないかだからその大学卒業するときに僕はもう司法試験を受けるって決めてたから、うん、ほんででもおね受からへん可能性の方が高いから。うん 大学院に行って、うん、で、ちょっと、モラトリアム期間を伸ばして、猶予期間を、だから2年延びるじゃないですか。で、別に研究者になるわけじゃなく、うん、でそれまでに司法試験受からんかったらやめようかな、みたいな風な考えもちょっとあったんですよ。あ、最初はね。あの、大学卒業するとき、4年生のときに。うんうん、でも、それは絶対、2回で受からんかったとき、俺は諦めるための口実に使うなって思って、はいはいはい あ,のであとアントニオ猪木が引退試合でこの道を行けばどうなるものか危ぶむなかれ危ぶめは道端なしっていうことをね言ったんですよ。でそれを聞いて,てこれはあかんあや危ぶんだら帰、うん、って司法試験受かる道もなくなるって思ってそれも相まってやめたんですけど、うん、でも今となっては、うん、いろいろバランスよく、うんうん、そういう。 リスクをね、うんうん、分散してっていうようなことを、んとね、僕は運よく司法試験とか完全に運でしたからね。ある程度、その運を高める作業をしていくだけで、いやいやその合格する確率を高める作業をしてて、うん、問題との相性とかも関係して受かるわけで。うんうん 僕よりも成績がいい人でも受からなかった人もいるし悪くても早く受かった人もいるし、うん、そういうもんなんで、うん、だからそういう意味では学知化は大事です <laughs> 学知化はやっぱり元に戻って学知化は大事だと思いますいろんな自分の人生を振り返ってそう思われるんですがね、うんうん、だからそこの部分で僕は自分の娘が何の迷いもなく学知化どうしようって言ってたらちょっとショック受けるかもしれないですねそうねいやもう適当に学知化これにやろうもてんねみたいな感じで言うてくれたらおそれでいいと思うでと思うんです あ,あそうな、うんやちょっとずっと身を持っていきたいと思います鷲見だけいやはだお受験とかでもね、うん、うちはせんかったけれども、うん、そういうあの言うじゃないですか「保護者は今度ジャケット着て」とかはいはい、はい、言われるよ、ねうん、とかもうそれがもういまだに嫌なんですなんでやねんとか思うんですよね<ー>そういう<ー>そういうもんやとかって言われると。 うん、でそ,そんなことで、まあ、決まらないと思うんですけど、うん、それを疑問に思わないのが僕は不思議で<ー>なんでで親の着る服まそ僕なんかずっとネクタイと無縁の生活やったけど僕らあの保護者面接もありましたから。 入試でとある中学をね受けさせたんですけど中学受験とかでで親の面接あんすよ。ちゃんと今度ねスーツでネクタイ締めてだけどそんなもうないやねみたいな感じやったから待合のね教室で先生が「皆様喉もお乾きになるでしょうからどうぞこの教託にお茶置いときますからどうぞお飲みになってくださいね」とか言って紙コップとペットボトル置いてくださっててねそれを希望者 わって言って誰も行かへんねんね<ー>誰が見てるわけじゃないけどほら、えー、行かなあかんや一番に行ってお茶をわーっと入れてごごとんでおかわりまでしてたら <laughs> あの受かった後であとで、まあ、娘ね娘さんの友達娘さんたいの娘や、ね、我が娘の友達になったあ親御さんたちが何か何々ちゃんの,あのお父さんで「あそうそうそうすぐお茶飲んでたお父さんでとか「<laughs> お茶がぶ飲みの」そんなん見られて だからもうなんかやっぱり。 大大事事なよねねかそういうのがねまあまあでもそれも年して四十47なって気にすることじゃなくてだから浜松の歌でそんなあるんですよだから19のままさでねいやんか今はもうネクタイ締めて僕が僕じゃないみたいみたいなねそんなんは今なったばっかりの人が言うのは分かりますけど47でそれ言ったらねさすがにもうやったりよって話じゃないですか確かにね子供のためやったらとも思うけれどもその気持ちも分かるなうん 古くは22歳の別れか、うん、22歳の別れはい、えー、あまあいいですもうね <laughs> すいませんもう止めどなくですからねそろそろ今夜はドラマクラブですからそうですドラマクラブですすあのね <laughs> 僕はもうこうええ年になってもこうなんかこうよた,よたよたよたしてますわな,なんかねいろいろそれがええんよってまた,また戻しそうになるけどでもすみちゃんはすみちゃんのままでよ <laughs> 本当にお願いしますよはい、はい 今夜は影山孝彦先生をお迎えして3か月に一度のドラマクラブということで今期はまあ今期はといいますかね前のクールのまあ影山先生のおすすめの作品を見てその話をするということなんですが今夜のテーマは「ツバメは戻ってこない」そうですね NHK 総合で放送されていたドラマになるんですけれども大変興味深く。 そうですか。ハマ、はい、っていただけましたか。ハマりましたね。もう次みたい、次みたいと思って。<laughs> うわ<ー>。はい。全十は。全十は一気に見ましたこの週末に。はい、まさかです僕は。 だからもうこれは途中でリタイアされるなと思ったからあの角ちゃんへのね宿題は「虎に翼」今もね大人気ですけどね朝ドラその宿題手つけれてないんですそれはまた次回次回ねまだやってるんでしょまだやってます朝の連ドラは半年ですよね半年続ルなんでそうですはい「燕は戻ってこない」まあどんなお話かと言いますとお あの稲垣吾郎さんと内田有紀さんが、はい、まあ夫婦なんですけれども、ええ、この稲垣吾郎を演じる草分け元井という、はい、国際的なバレリーナなんですよね,ね元バレリーナで,、はいでえー、内田有紀さんは優子という役なんですけれども、ええ、まあ あの著名なイラストレータータでいろいろ CM の家庭用品とかのこう、ねえー、イラストを手がけてると売れっ子イラストレーターということになるんですけれども、うん、でこの夫婦が、まあ、なかなかあのお子さんができなくて悩んでいて、ええうん、で不妊治療とかも続けてるけれども。 なかなかそれがうまくいかない。はい、で、えー、この内田優紀さんがああもうなかなかあのこんな中でだから育たないんですよね。そうなんですよ。子宮の中で、ねうん、でそれでええーうん、そうでもお子供を産むことができないとなった時に、はい、このお稲垣吾郎さん演じる夫がある提案をするんですよね。はい、そで,、うん、でそれが大理母。 理母はい、はい、あの昔って代理母って言わなかったですかニュースでその通り、ね、僕も代理母っていう覚えてました今代理母っていうんですかねそうそう塩味も塩味やったよね塩味 <laughs> んさいねずっと気になってたからもうメディアで言いたかったから塩味は塩味やろって思いながらパスタもスパゲティやったしそうですそうですそれはいすみません僕が悪いんですけどその代理坊っていうのでそういうまあんていうんですかねエージェントがそういう会社がございましてそこに実は登録したっていう話をするんですよねでそこのおお まあそ、うん、なかなかだからいろいろ難しい問題がこうあのそこから発生するんですけど、はい、で、えー、この代理母にもいろんな対応があって、はい、で、あのー、おこの夫婦が、うん、稲垣さんと内田有紀さんが選ぶ、うん、その代理母の、うん、形態っていうのが、うん、稲垣さんの精子、うん、を、はい、おその代理母のお子宮の中に、はい んて言うんですかあれは。だからパターンとしては代理母って夫婦の受精卵を他の代理母のお腹を借りて産んでもらうというパターンともう代理母の卵子まで代理母の卵子とその依頼する方の夫婦の夫の精子で受精させるという形があって。 でその後者なんですよね。ね稲垣ふごを演じるこの国際的な元バレリーナが、はい、で自分はどうしても自分の 遺伝子を残した素晴らしいバレリーナに子供を育てたいってことやなだ自分の遺伝子を残したい、うん、でもともとね親もあのバレリーナで黒木ひとみさんがお母さん役で,でこれがうまいんだ怖いんだ怖いですよね、うん、もうあのほんまに昔の大英テレビとかの出てくる演技のね片平渚さんとかあの辺を彷彿とさせる,、えーるほね、でほんでやっぱ黒木ひとみさんってもともと宝塚で舞台の人やからそうん そういう大映テレビみたいな大げさな演技の方がいいですよね。確かにね、そうかもしれないよね。えー、で、また稲垣吾郎さんも。ああいう、だから、その浮世離れした、うん、その世界的バレリーナとかの役合いますよね。なんか合ってましたよね。そ <laughs>、ね、の上手かったですよ。言われてみると、そういうふうに見えますよね。うん、うん。で、そのね、バレリーナの家系で、その優秀なバレリーナの、うん。うん おお、そう,いう遺伝子を残したいっていうようなことで、代理母。っていう制度を使わってみないか、うんうん。登録したんだけれども、っていう,ような話をして。うんはい、でも、内田有紀としては。まあ、ね、身長穏やかじゃないわけなんですよね。当初はね。当初は。当然だから、自分の遺伝子はそこにどこにもないわけで。そうなんですよ。赤の他人ですわ。わ赤の他人で、うん、で、そういうデリカシーのない提案をする夫に対する、うん。 やっぱりな,なんててここと言ううののの人はっていうのもややこしいのがもともとはこの稲垣吾郎さんは別の女性と結婚していて、うん、でその別の女性ってバレリーナで,、うん、で黒木瞳さんお母さんが気に入ったバレリーナと結婚をしてたのに内田有紀さんと不倫をして別れて。うんうん その結果まあ結婚するということで,で、ねはい、ある種略奪婚略奪婚で,、うん、でそのせいで黒木ひとみさんとはあまり馬が合わなくて、はい、内田由紀さんがねで、えー、あの子と離婚せんかったら、ね、もう可愛い、うん、孫が顔が見れたのにみたいなことをはっきり言うお母さんっていう状況ででまあその家の中であまり立場がなくてっていう状況でその提案をもうしぶしぶ受け入れてしまう。はい そうですう、うん、で他方で当然その代理母を依頼する夫婦がいれば、ね、その代理母の役を担う女性がいるわけでこれが主人公ですよ素晴らしい主人公ヒロイン、はい、あこの方あの,あの女優さんはお名前は、はい、石橋静香さんです、ね、石橋静香さん僕初めて見ましたよこの人はサラブレッドですよサラブレッドお父さんお母さんともに有名な俳優さんでありまあ方やミュージシャンでもありますけどねご存知え ちょっと当てて石橋レンジ。面白い方に間違えますね。石橋レンジとは見てなかったよ。石橋レンジね。石橋亮さん。おお素晴らしい。石橋亮さんですね。はい。石橋え僕もう記者なんて言ったからはい。であの当てられるならなと思った方やっぱ当てましたね。これお母さんが難しいよ。お母さん石橋亮さんって誰と結婚してたやろ。う 今、今もうご夫婦やったかなと思います。けどね、ご夫婦ですよね。はい。言われて、絶対わかると思す。めっちゃいい女優さんですよ。ははは。はは。はら、は,はら。はら。はらいや、はら、はらってなくて、はら。はら,やはらやから、は、はらから、なんか続くわな。はらって言ったら、はらで終わりから。はら。はら、はらって何ですか。はら、はら,はらやから、次は、だやんか。 原田あ<ー>美恵子お<ー>あ原田美恵子さん,んですか<ー>あ原田美恵子さんと石橋亮さんって夫婦なんですかそ,です <laughs> そこら行くんかいね <laughs> <laughs> あ あ、そうなんですか、うん、だからサラブレッドでしょあサラブレッドですね確かにでめちゃめちゃうまかったでしょうまいですうまいですだからそこがちょっとね、うん、その黒木瞳さんと稲垣吾郎さんが大英テレビチップな大げさな演技するのとすごい自然体のこの石橋静香さんとがだからそこをギクシャクしてる感じでちょっと僕正直受けたんですけど、うんうん、石橋静香さんも代表作になるやろうね多分ね 今までもああすか見るたんびに上手になっていくなっていうふうに見ておったんですけどここでガーンと花開いたね。でこのまああの結局代理母に登録されるんですけど力という役名なんですけどもこのリっていう人は北海道から田舎から東京に出てきて医療事務の仕事をしながらでも非正規雇用で。 でねアパートで暮らしてるんだけれどもそのアパートでもまたね同じアパートに変なおっさんが住んどるわけだからあれリアルやったよねあの人ちょっとすぐ名前は出てこないですけどとってもいい俳優さんですよねいやもうなんかちょっかいかけてきてね自転車お前俺の倒したやろこれ掃除せみたいなことで追いかけ回されたりとかね怖いわあれああいうの一番怖いですよねあいう隣人そういう隣人にも悩まされっていうような状況で 生活苦にあえいででねもいつもコンビニでなんかねあのお昼ごはん食べる時でもおにぎり1個買うのにも悩みっていう生活をしていてで同じく同僚の女性仲良くしてる唯一の東京でてきて仲良くしてる女性の同僚がまあ あのその人は奨学金で借金が大変で,で、もう最初から借金まみれで社会人としてスタートして、医療事務で働きながら一方では風俗上もしているというような状況で,で、その友達から言われるんですよね。卵子を提供するっていうアルバイトあるんやけど、どうぞ、みたいな悪いよみたいなことを言われて、最初は力は言うわけですよ。そんな簡単なことじゃないわよ。卵子を提供すると自分の遺伝子がどっか知らんところで、 子供になって人間として生まれてきてそんなん気味悪くないみたいなことを言うんですけれども卵子を提供するだけではなくそこに登録結果的にするんですけど登録した結果自分が代理母になる代理母になるっていう話まで進展していくということを提案されるんですねそこのエージェントの女性に。で当然ねこの力は悩むわけですよ自分の体を提供すると。 いうことに関して悩むんだけれども、うん、その同じタイミングでそういう隣人とのトラブルがあったり、はい、その自分が可愛がってもらってたおばさんが北海道で亡くなったにもかかわらずそ,<う>そのお葬式に行く交通費もないと、まあ、飛行機に乗らなあからっていうような状況が重なって、うんまあ、その代理母になるという決心をするんですが。うんはい でえー、でその、まあ、依頼者である稲垣吾郎と内田有紀、うん、夫妻とも顔合わせしてでその時に実はねあのその前に会ったことあるっていう偶然、はい、このね、うん、そうですね、うん、はい,はい,はい、はい、偶然会ったことあるというようなこともあるんですよねありましたね,したねそんなシーンありましたね、はいうん、そんでそこからまあ,あ正式に依頼して、うんえー、まあ契約を結ぶわけなんですよねそ,うですその 代理簿になるという契約を結ぶんですけど、うん、でそもそもこの代理簿っていうのが日本では、まあ、あの法律上認められてなくて法律上別に禁止されてるわけでもないんです、ね、そうですか法律上そういう禁止されてる法律はないんだけれどもおだからその産婦人科の学会で日本の、うん、もうそれを禁止してるんで、うん、まあ事実上そういうのは日本の国内ではできない状況やと。実態がどうか ってていいいうところまででで私調べてないんで分かんないんんかすけど,どでだから結構ねあの海外で外国人の女性が大リボ母になってっていうので、うん、あの出産なさってる著名人の方とは何件かそういうのあったとは思うんですけどうう、ね、でこのドラマの中では日本の病院で。 その代理母日本人の女性が、うん、その力がが、うん、出産するために、うん、いろいろお法的なあ問題とかもお解決せなあかんということで日本ではそういう人工授精するときに、ねあのー、もう婚姻関係にある夫婦 同志じゃないとそういう人工授精ができないななるほどなるほほどどっていうことがあるから、はい、その便宜上この代理母である力はあのこのね草分けこの稲垣五郎バレリーナは、うん、一旦内田有紀と便宜上離婚をしてそうねでねあのこの力と代理母になる女性と籍を入れて。はいで えー、そういう人工受精をして,してでそういうい体裁を整えてるから本当はこの代理母の出産を手がけてる産婦人科もその代理母やと分かってるんですけど、うん、多分その形としてはあそういうのをねこうあの実際婚姻関係にあるっていうことを形作ってることによって、うん、あの自分は知らない善意の第三者という立場でその。 あの手術ができるというような形に、ね、しているという。まあ,あれそれが実態として本当に日本でどの程度あるかは僕はわからないんですけど、うん、そういう形で、えー、話が進んでいくんですけど。キリ夏夫さんのね原作の,の小説ですよね。はい、ねうん。でも本当に。 そのね、あのね、ー、あなぜそのね日本で大リボっていうのがあ原則禁止されてるかっていうのは、うん、やはり倫理上問題があるっていうことなんですけどその倫理上問題あるっていうことの具体的なイメージが、うん、この「ツバメは戻ってこない」を見るとよく分かりますよね。うん、ぐいぐいでしょもう今は NHK のドラマが僕一番攻めてると思うあそうですか うんあの民放がなんか N.H.K の後手に回ってるようなねう民放出身ですから民放が生まれっていうのはねあの心の内では言いたいところですけど攻めてるドラマ N.H.K が圧倒的に多いですねうん,うんこのドラマに限らずね、えー、はいでも本当にやっぱりもうねそういうイメージね大リボっていうなんかあるじゃないですか、うん、でそれは あのね、身体の搾取であり、お金で、そういう、まあ、体を使わせて、負担を敷いて、子供を産んでもらうっていうことが、どれほどね、あの、女性にダメージを与えることかっていうのも、もうね、うん、描かれてるし。しっかりと細やかに描いてましたね。描いて、はいはい、で、このね、あの、稲垣吾郎と内田幸の夫婦が、 気を使ってるようで、デリカシーがないんですよね。オープニング、の僕じゃないですけど。言葉は丁寧なんだけれども、ずかずか人の尊厳というか。うん。特に稲垣五郎。僕はどっちかいうちでゆきやと思う。そう、ええ。どんなとこ、どんなとこ。稲垣五郎は、もうね、露骨なんですよ。自分の遺伝子残したい。シンプル。シンプルで。で、あの、で、それを、まあ、奥さんにも、それを敷いてるわけですよ。妻であるうちでゆきや。で、うだ。 内田紀の卵子は関係、まあ、卵子内田由紀の卵子ではなくそのだから力の卵子で受精して、うん、力でに産んでもらうっていうわけですから、うんうん、もう内田由紀は蚊帳の外そんなことを内田由紀にも協力してくれて頼むような男やから、うんうん、最初からデリカシーないんですけど、うん、で内田由紀はそれで自分も傷つきながらでもその代理母という。 携帯はそののの力に負担を与えるから最初わわせの時ででも言うわけですよね、はいうん、ほんまに本当に大丈夫なのと、うん、嫌だったらやめてもいいのよとかって気を使ってるふりを,、うん、気をもうね不利というかね、うん、本人もそうなんですよね自分は気を使ってるとい,、うん、というつもりなんだけれども、うん、結果的に傷つけるようなことをなるほど、ね、内田由紀の方が なるほどなるほど僕だからね内田有紀好きなんですよあ,あ好きなんですか何ですよってちょっと前にね <laughs> 話題になりましたよね あのプロ野球の試合で始球式したら、もうその十代の頃と全くその美貌も変わらへんし、スタイルも変わらへんし、奇跡やでみたいなことで話題になってたんですよ。内田優希が、さすがいな内田優希と思ってたんですけど、このドラマを見てちょっと僕はね、どうなになってんねと思いましたよね。いやその十代の頃から好きやったん？あもううち内田優希嫌いな人っていないでしょう。いやいやそう言われたらねあのまあ確かに好感度高いですよね。いや好感度も高いし、でもででもねこの ドラマの内田有紀はその自分の中で正義やと思っていろいろ人のためとか無責任やとか言いながら結果的に自分が一番無責任なこととかをね繰り返すのがほんでそれにやきもきするのがこの内田有紀の友達のリリコというアーティストの友達がいていい役やあの人がいい役ですね美大かなんか芸大で同級生やったんでしょうなで今春画を描いてるっていうね。 でその人がいろいろあの人が一番僕は感情移入できる。あそうなのはい 旬が描いてるところがあの人の、まあ、いろいろいう中立的な意見をちゃんと言うじゃないですか。あの人方がバランスを取ってたかな、うん、で、うん、やっぱりねそういう代、ね、理簿という選択肢を選んだ人っていうのは、うん、やっぱりそういう問題があるっていうことも自覚してるし、うん、だからそ,のそこでいろいろ配慮を代理簿にもするんだけれども、うんうん、したところで結局いろいろね。そうです 傷つけてしまうううというようなう、ね、オチが言いたいけどこれはでも本当にリスナーの皆さんにねもう見ていただきたいんですよね,もねあのあの北海道帰ってうんぬんとか言うていいんじゃないですか北海道帰ってうんぬんうんぬんのどの辺のうんぬんか分からへんけどちょっと言うてみてよなな <laughs> そのね <laughs> <laughs> 当然その,第部の契約があるわけですはい、はい、契約のの、はい、の中中ででそ、まあ、他の男性と そういういセックスとしてはならない。 あるいは勝手にもう旅行とか行く時点で稲垣五郎ちゃんはもうちょっとおかぶしだったからな。うん。自分のね、子供を産んでほしいって思いやから、そうう。それでいろいろ束縛をするんですよ。そうそうそう。その稲垣五郎に無断で、そうそう、そこ大事田舎の北海道に帰って。で、それを知った稲垣五郎は怒って、長文のメールをね、その力に送るわけですそうです。契約違反ですよ、あなた。そう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 。こちらはお金払ってるんだから、高いお金払ってるんだから、みたいなこといっぱい長文で送って。その結果、 ちょっと自暴自棄になって。自暴自棄になって。ね。うん。いけいけ思いましたもんね。自暴自棄になってっていうので、視聴者の方に、リストの方にね、想像してもらいましょう。でね、本来はやってはいけない一線をね、踏み越えてしまうのかな。あの、本当にでもね、その一つのドラマの中でも、その大リボという、そうテーマそのものの問題点も分かるし、でね、やっぱあの、この社会に確実にある、その、 ね格差っていうのもわかるし、もう露骨なんですよね。もうそのね代理母っていう制度自体がやっぱあのお金を出すね子供の欲しい夫婦とそうですそうです体に負担を強いられるお金をもらってそうですねその負担を担う代理母との関係で出来上がってて決してだから明るいドラマじゃないですよね。だから我々二人がわーとやったねしてるキャラクターの二人が取り上げるドラマ。 でふさわしいかどうかなんですけどでもドラマってこういうそのエンターテイメント性もあるんじゃないかというかな明るく朗らかっていうのがエンターテイメントとは限らないというかーーだから今なんかちょっと暗かったり重かったりするとなんかこんなんテレビで見たくないとかって言って拒否反応をね示される方が結構いらっしゃったりするんですけど。 でもそこにあるリアリティというかそこにある問題提起というのかな、うん、あの私たちが改めて考えてみましょうというチャンスを与えてくれるというのかな、うん、あのドラマってのはそういう意味もあるかなと思うんですよね。うん、あのこの、ね、稲垣吾郎さんは、うんね、バレリーナ世界的なバレリーナで,、うん、で元バレリーナですけど、うん、遺伝子を残したいとか影、うん、山先生も、ねうん、先ほどおっしゃってた通りお嬢さんお一人いらっしゃいますけど。はい そ,そういう感覚、まあ、ある人も一定数いると思うんですけど僕その辺もよく分かんないですよね、うん、その自分の遺伝子残したいとかって子供を持つ感覚としてまあいろいろその考えはあると思うんですけど、うん、まあスミちゃんも僕もね一人の娘の親になりましたけど。 いろんな、ね、世の中の方々がいらっしゃるし、うん、あのもういらないよって最初から夫婦の間で考える方もいるだろうしあの欲しいけどなかなかね、えー、お子さんがそうですだからそう、ねね、僕もね子供がなかなか結婚して生まれなくて、うんはい、6年7年経って生まれあたんですよでもそのあの子の子は欲しかったんですよ。ああ子供欲しかったけどそ子供欲しい理由が自分の遺伝子を残したいっていう人が僕はそこはよくわからなくて。 ああそうそういう感覚では全くないんで,すよ、ね、でもちょっと今の基本文が分かったからその子供が欲しい理由は遺伝子じゃなくてどういう理由やったのど,どういう理由かなあの <laughs>、ね、それは、うん、その自分の遺伝子とかって話じゃないですね,ああねそういう表現では自分の頭の中はなかった気はするうん、うん、確かにね、うんうん、だけど、まあ、自分の子供は欲しい子供は,とは子ども思った、まあ、うんは、うん、思うでもそれはあの うん、妻の方が強く思だからやっぱりその考えって違うじゃないですか、うん、その家族をどういう形で家族関係を持ってとかっていう人それぞれ考え方があって、はいはい、で人それぞれ選択肢があって今その選択肢が増えていて、うんうん、で代理母に関して言うとまだねそ日本では制度上認められてないとかいうのはあるんですけど、うんうん、あのね本当にだからあのこのドラマは見る人によってはやっぱりすごい。 見ててしんどいドラマではあるでしうし、それもそうでしょう。立場によって。おそらくそうだと思います。はい。いろんな立場の方かね。いらっしゃいますからね。うもあの、そういう、なんか考えるきっかけに。なりましたよね。そういう。子供を持つっていうのは、どういうことなんだろうかっていう。 うん、で女性の生き方が割と前面に出てますけど一方でまあずるさもあったりですけど男性のね生き方とか、うん、まあ生々しい欲望みたいなものも出てるしね、えーうん、その辺もだからそんなこんな話あるかよなんだけどあるかよっていうその裏にはなんかすごいリアリティがあるうかな、うん、それは僕はエンターテインメントの素晴らしいとこやと思うんですよね。うん、で そのね僕らも例えばこのラジオで喋ってることが例えば自分が当事者と人のことをねラジオで喋ってる時適当に言ってることが自分が当事者となったらそのように振る舞えへんかったりすることってあるじゃないですか。でその稲垣五郎がバレリーナででいろいろね生徒に教えてるんですけどでその生徒が親からしたらこれから本格的に留学して奨学金もらって留学するかどうかっていうこの瀬戸際の時に本当に にうちの息子ってバレリーナの才能あるんですかったね。ことを聞いたときに私も夫も普通の一般人でその世界的なバレリーナの先生から見て本当に才能あるんですかみたいなこと言ったきに稲垣吾郎は「子供は親の遺伝子の奴隷じゃないんですよ」みたいなことをね人には言うんですよ。人にはすっと言うときながら子供には自分の遺伝子を残したいっていうような思いで。 ずっだからそういうのってねえんかオープニングトークにつながるよねなんかまさに何か打ち合わせしていからようなね。でも本屋本にでもねそうですよねなんかその自分が当事者になるとうんそのふだん思ってることそのまま貫けへんかったりとかあるいはうん違う行動に出ることもあるし。 僕あの黒木瞳さんがあの石橋静香ちゃんの住んでるとこを訪ねて割とこう腹割って喋ってありましたねこれはええ感じに、はい、と思ったらあれっていうねありましたありました,ましたこれはうまいなと思ったねああそうですねあのその代理母のことを心配して ねお見舞いに行っていろいろ世話をして、うん、そのでまあねえその黒木瞳は自身も有名なバレリーナで華々しい生活をしてきて、うん、でねえ全然今まで自分が経験したことのないような貧困にあいでる女性と相対してで一見ねえ心を通じたかと思ったらっていうねああその後の。 あそこは本当のリアリティですよ,リリすよね。そこの味で僕らみんな経験してたじゃないですか。2>, うん、2枚舌だ、3枚舌だあね。えー、あーだから、それをドラマであんだけ見事に描いたシーンはあんまりないなと思いましたよ。あの、スミちゃんは大英テレビって言ったけど、あそこはね。あそうですね。<ー><ー>そこは。すごかったな。はい、でも本当にでもね、あの大英テレビチックな あの大げさなどあの表現がかえってねそのこういうまあ深刻なテーマにしてる時に、うんうん、そっちの方が良かったと思いますねなんか中和されるというかう、ね、全員がリアリティある演技をしてると。 素晴らしい見方ねね本本当当そうんかかえって見にくかったのかなとも思うしあのバランスが素晴らしかったねいやでも本当に興味深いテーマでそんなにハマっていただいて嬉しかったですわ本当にいやそのね子を持つということはどういうことかって生命が誕生してくるとどういうことかほんで一つショックやったのがその女性の出産に至ることも細かに描かれるんですけど。 加山先生もうお子さん30歳超えてらっしゃるということでお子さんがう生まれた時のこの前後のことって詳細覚えてます、うん、なんか断片的ななんんですよね、うん、なんかそのワンシーンだけ覚えていたりとか、うん、あだけどなんか妻がこんなことあったよねって言ったらなんかそれを忘れていたりとか。うんはい、あのベ,ベビー カゴっていうのかななんかちょっと移動するときに持つカゴみたいなね、かわいらしいなんかあるじゃないですか。それをなんか持ち、僕がもう父親をとして持って歩いてるのに、なんか手が緩んでね。ええ あの、そこから娘をボーン地面に落としたりなんかして <laughs>、えーえー、だから、そんなんは覚えてます。<laughs> だから、何事もなかったんですけどね。えー、でももう、完全にもう鼻ボーンってね。えー、そうなんですか。ええ、もう心配しました。もう心配したらしばらくもう僕はもう、もう、針の虫のでしたけど、ねえー。でもその時って、<laughs> はい、MBS で仕事をめちゃめちゃ忙しかったんでしょめちゃめちゃ忙しかったですね。<laughs> めめちゃめちゃゃ忙したでですすねねねパパまた明日ねの世界だからギリギリ顔だけ見てもう娘が起きてる間には絶対帰れないから、えー、娘が「パパまた明日ね」って手を振,振ってもらいながら出勤する仕事に行くという、うんうん、でもそのこのドラマ見て改めて女性が出産するっていうことの大変さって、まあ、当然なんですけど、うん、あの見ながら思ったんですけど。うん 僕もね、その妻が出産する時に、うん、あのね、同じ部屋に泊まってたんですよ、僕も。その病室、個室やったんで、えーそのね、簡易ベッドでね、うん、何日間ね、僕、寝てたんですよ、ずっと。はいはい、そ,それやのに、そのいろいろ、こんな出産ってやっぱり大変やったんやな、みたいな感じでね。 なっっちゃてるんですよこのドラマの方の方が割と新鮮だってことね。えそうそうなんですよ。ましては何日も泊まっていたのにその記憶がもう薄いってこと薄いというかここまで大変でも絶対大変なはずなんですよ出産は。うん。でもそれがんか時間を経つとねうんか僕あの娘に娘が生まれまして要するに孫なんですけど孫が先月生まれましていやいやとてもごめんなさい。 そのすみちゃんの言うのが自分の娘の時とやっぱりまた違った感情ですね。えー、う,んうんあ,あの何でしょうね娘の時とはまたちょっと違う。うん,うん 今、あの、里帰り出産したもんですから、今、いるんですけどね。えー、えー。だから、すごいですよ。あのー、本当に改めて。いや、生命ってね。うん、すごいな。だから、なんか,なんかなな、女性たち、なんか何、何かいこと、このおっさん二人言ってんねんってね、思われそうですけど、でも、本当に心からね、それは思いますね。うん。うん、曲行きましょうか。あ、行きますか。はい、先ほど、あの、話がちょっと出ましたけど、虎、はい、に翼は、じゃあ、3ヶ月後ね。の、宿題で。じっくりとお話するとして、はい、今、 本当にあの方ぼで話題です素晴らしいドラマという評価がすごく高いですねええー、虎に翼の主題歌で米津玄師さんさようならまたいつかメールいただいておりますあ、ありがとうございますラジオネーム なしって書いてある合は。<laughs> まあ、でも、本名読まほうがいいか。うん、なしって書いてあるんで。多分、そうですかね。いや、でも、難しいですよね。ね、読んでほしいのかもね。どうなんですか。まあ、まあ、でも、やめときましょうか。いいうね、はい、こんばんは。こんばんは。えー、毎週楽しいラジオ、ありがとうございます。そろそろ、影山先生を招きしてのドラマ振り返り会が放送される時期かと思い、メールしました。<laughs> 嬉しいな私が見ていたドラマはいくつかありますが。最後までリアルタイムで放送日を指折り数えて、熱心に見ていたのは。 カンテレ制作のアンメットある脳外科医の日記ですよかったですねあそうですか、はい このドラマで一番印象に残っているのは主役の杉崎花さん演じる医師川内宮城を鼓舞し見守り支え続けた三平智春役を演じた若葉龍也さんですかねはい達也と書いて竜龍也さんと呼ますね、はい。の存在感です喜怒哀楽を繊細な目の演技で表現し、うん、涙を絶える姿なども本当にリアルで実在している人間のように見えました 私の言葉では語り尽くせないのでどうか影山先生からアンメットの魅力を皆さんに伝えてほしいです。 弁護士ドラマとということで日曜劇場のアンチヒーローロもも話見ましたた、うん、あ,あれも面白かかっでですすね長、はい、長谷川さん、ね、長谷川川博博ささんですか、うんアンメットとは対照的なハキハキとしたセリフ回しの役者さんが多く、うん、ストーリーもしっかりしていて大変楽しませてもらいましたが、うん、墨田さんが以前から言っているように、うん、ドラマの中の弁護士は捜査みたいなことをしているけど実際は絶対しないとおっしゃっていたので捜査どころか証拠を見つけるために大学生に扮して大学の研究室に進出して そういうの話が飛躍しすぎていて少し冷めた部分はありましたそうそうそう <laughs> やっぱということでだから本当にもうねえー、現実よりもエンターテインメントにね、はい、振り切ったっいうのがアンチヒーローだったん、ね、ですよね。でアンメットはだから杉咲花さんがですね、はい、朝起きると日付が変わるとね前の日の記憶がなくなる。 お医者さんなんなだから最初はそういうことがあったから、あのー、医療業務してなかったんですけど、はい、いろんないきさつを全部知ってるお相手が若葉さんです、はい、若葉龍さんで,、はい、でやがては杉咲花さんはそういう病気を抱えながらも医療行為をするようになるえいえい手術もしたりするようになるいわゆる杉崎さんと若葉さんはまあまあいい人、えー、なんですけど、はい、そこのねあの表現で。 アンチヒーローは「ハキカキ」ってね、はい、あの今名前をねおっしゃらないって方はねメールくださった方言われましたけども一方でアンメットはささやくようにというのかな、はい。だから あのテレビ向けに演技をしてるっていう感じじゃないというか、はい、空気感で見せるっていう<ー>それぞれがね<ー>でそれをまた長回しするんですよシーンをね、うん、だからそれはあの杉崎さんと若葉さんが上手くないとあるいは2人の息が合ってないとできない、はい、とこですね。うん で今回記憶喪失物っていうのが四つも五つもね。そうだったんですか。この四月のドラマにはもう、うんはい、映画でもようありますよね。なんか広告の予告編見てると、うん、そうです。うん、普通やったらそれまたかよっていう。 でまあ、それで評価を得られなかったドラマもあるんですけど、はい、アンメットもだって主人公はこれ記憶喪失ですから、はいえー、だけどこれはあの非常にあ<ー>あのポイントの高かったあそかあの見てる人たちのね、えーまあ、ドラマのクオリティも高かったうん、うん、で若葉さんはあのテレビでなんか「初めて見たわ」って言われてる方々もいるんですけど映画ではね すごく評価されている方です。すでにね、あのー、素晴らしい役者さんだと思います。はい。はい、366日か、あの、富士のね、えー、もう、えー、これも、前田豪敦さん、はいはい、千葉慎さんの息子さん、わかります記憶喪失。記憶喪失。喪失 <laughs> ですよ。えー、だから多かったでしょ。クルリ。はい。クルリ TBS の方ですけど。はい、これあの、メルル。メルルはい。 <laughs> もう,んか時だからうめっちゃ本当なんていう人いですかえっとね「めくめくみめる」「ぬくみめる」とか <laughs> 僕が言えてないやゃん「ぬくみめる」はいはい「ぬくみめる」がメルル「めるる」が。 あの記憶がなくな、記憶なくなる。で、男性が三人ぐらい出てきて、誰と付き合ってたのかなみたいな。えー みたいですけど僕は言うとメめてみたいですけど <laughs> シリアスというか割とまあ,あのタッチは軽いですけど割と最後はあったかい気持ちにさせてくれる火曜22時の TBS ってね割とそういうドラマなんですけど、うん、そういうもんですね、うんえー。アンチヒーローはでもスミちゃんにぜひまたこれも一日はオ屋関係なしで見ていただいて長谷川博己さんはまあかなりぶっ飛んでますからね。 弁護,士えー、弁護士として、えー、どなたかが言ってましたけど、死刑囚になんかそんなに簡単に会いに行けないんですかあのー、行けないでしょうね、普通そうですね。だけど、あのー、長谷川博之さんはもうガンガン行くんですよ。はい その死刑囚になってる人がものすごいキーなんですけどね鍵なんですけどでもそういうところをこう突っ込んでこんなんありえへん現実にはありえへんとかってねよくあるじゃないですか現実にはなないいみたこともうでもねドラマはねさっきの例えば「あつまみは戻ってこない」にしても医療の現場にいる人からしたらそんな日本でありえへんでっていうことかもしれないけれども。 ドラマはね、うん、やっぱりそういういもんですもんねそうです、うん、そうですもねなかなかそれも個人差というかね個人個人ですから、うん、それが納得しないと楽しめないっていう方もいらっしゃるからね難しいところではありますのででも、はい、やっぱりそういう似通った、ねうん、あの記憶喪失っていう設定だったとしても、うん、どう描くかでやっぱりその辺は。 面白いもの僕あの昔ね韓国映画で殺人鬼が記憶喪失で殺しに行くんですけど忘れちゃうんですよあれ俺どうしたらいいよみたいなんでそれ面白いよあれね何ていう映画やったかなあそうでも今のこの時代ね調べられますよありますたけそれも面白かったしだからやっぱほんまに設定ですよね設定です脚本ですやっぱり あの大学の授業でも言うてますけども脚本が5割以上やでってドラマはで今本当にもう女性の脚本家の活躍が目覚ましいですから虎に燕さんもそうなんですよね女性そうですそうですの燕も女性です女性ですあの人はだから長田郁恵さんは「らんまん」も朝ドラのめちゃめちゃ「らんマん」評価高かったんです上木隆之介君のやつ植物学者のやつ長田郁恵さんですからね 女性が過半数とかあ<ー>、うん、本当にそう思いますね昔はねドラマの脚本で男性のそうですよジェームス・ミキとか、ね、<laughs> そう倉本・ソウとかねお亡 <laughs> くなりなったけど <laughs> 山田太一さんとかそう,そうですよね、うん、そうですそうですうんはいうで、ん だからやっぱりね僕はもうその設定が最初からその、うん、記憶喪失とかいうのだけでね、はい、またかよとか思っちゃうんですけど、はい、中にはそういう見るべきドラマもあるということですよね。だから あのリスナーの皆さんにあるいは視聴者の皆さんに「ああまた同じやからしょうもないで」じゃなくってやっぱり今スミちゃんがまさにいいこと言いましたよねその設定でありの中身ですから、うんね、食わず嫌いじゃなくてちょっとね見てみていただいたらそこになんか宝石がねころっと転がってるっていうこともありますんでねなかなか今テレビなんかもうワコンだって言われたりもしますけど。 ええー、ドラマはね各クールやっぱりそれぞれこうやって語らせていただくだけのドラマはねいくつもありますんでね見ていただきたいなとまた僕も見ようと思いますはい、はい、見てください、はい、まずは虎に翼ですねそうですね次の宿題、はい、曲またお願いしますわ、はい、かりましたそのアンメットの主題歌になりましたあいみょんで会いに行くのに先ほどのブロックで私が話していた韓国映画ではい、はい、その殺人鬼が記憶喪失になって その何をしたらいいかその殺しに行くんだけれども、うん、やることを忘れてしまうっていうのは、はい、殺人者の記憶法とうもう絶対見る、はいと僕もねこれ説明がかなり大雑把に説明してるんで <laughs> あのもっと込みって話やったはずなんですけどそあとね影山先生が先ほどおっしゃってた話で、うんまあ、テレビはオワコンとか言われることが、うん 多くなっってききたけどやっぱり見るるべきドラマもあるし、はい、で実際私も影山先生教えていただいて見るドラマはいずれも興味深いし、うん、あのこれから読むね「えー、ラジオネーム起きたドラマ」さんもそういうことをこのラジオをきっかけにいろいろドラマ見るようになって面白いし書いてあるんですけど、はい、ただそのやっぱりねあのオワコンって言われるのは今この間あの東京都知事選で2番目に得票してた石丸さんですかが話題になったら、うん その情報バラエティというかなんかいろんな番組に呼んでるって言うじゃないですか、うん、そこが見たいけどその入ってくるんですよ SNS とか見てたらね、うん、そういう情報がね、うん、もうその辺がね、うん、僕はその例えばそういう会議をするわけでしょ誰をキャスティングする政変の時に。うん、で,、はい、でちゃんと議論してんのかなとか思うんですよそういう人を出す政治的な影響がどういう影響があるかとか。うんはい そういうことじゃなく今ネットで話題になってるからっていう,、うん、こうネットの後乗りでしかもそそ<う>かつネットの後乗りだけでもあの僕はみっともないと思うのに、うん、その上そういう政治的な影響力とかっていうことも何も考えずにバラエティーで。はいうんうん 政治的な人を呼ぶそれは前からそうですけど、うん、維新とこの関西の在反の局の関係とかね橋本さんなんてね、うん、もう政治家辞めたから中立な人間とかってそうじゃないじゃないですかどうん、<laughs> ってお考えたって松井市長が辞めてすぐに官テレのなんかコメンテーター出てたりするって言うじゃないですか、ねねうん、だからそういうことを無頓着すぎるのが僕はなんか無性に腹が立つんですよね。うんうん だから活動されるのはいいだ,、うん、いいだろうしだからメディアにも出ればいいけどそこのスミちゃんが言おうっていうのがそのなんだろうなあのテレビ局の,あの一人一人ら教事ね教事<授>の、うん、凛としてないというかな、うん、そこがあってほしいよね、うん、だからそういう議論を多分かわせないと思うしほんで一つのテレビ番組が例えば石丸さん使ったら「うん、あええんや石丸使っても」みたいになるのがもうさあ不笑いどうや、ん、な不笑いどうして、うんうん でああいうのはよくないなあとか思って思いますね同感です一番、うんうん、さんうんぬんということではなくてね僕は石さん僕も,もあるんですけどここは <laughs> 僕はだから古巣のテレビ局に対してはあの厳しい目を向けたいとは思いますね、うんうん えー、あの大きな、起きた虎丸さんのメール行きたいんですけど、はい、大阪学生四十代の方です。弁護士で俳優で文豪の墨田先生、うん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今週は三月に一度のお楽しみ、影山先生のドラマ会と聞きメールを送らせていただきました。ありがとうございます。私はビデオから D. V. D. の時代になってから、録画をしてテレビ番号組見,見るきっかけがなくなったので。 当然ドラマも何年も見てませんでしたが民放の番組で1週間無料で視聴できる TVer というアプリの出現とこの番組の影山先生のドラマ会がきっかけでドラマを見る習慣ががつきまましたありがとうございます残念ながら有料の NHK オンデマンドで見られる今回の課題作品は見られていませんが <laughs> あ。そっか つま戻ってこないか、うん、はい、うんえー、春のドラマは良作が多く影山先生には感謝しかございませんで <laughs> あの沖田さんは「アンメット」が良かったということを書いてありしじゃるんゃかったですねちょっとですけどもいさて「春のクール」は法廷ものと記憶喪失ものの作品が多かった傾向にありますがあやっぱり書いてらっしゃるかこの夏のクールは病院ものと子育てものが多く感じます <laughs> 現時点でこの夏の注目作品を教えて頂ければ幸いですそうですねあのー、子育てものって、まあ、病院もやっぱり多いわね普通に大体多いですけど、はい、子育てっていうのは父親と子供っていうのかな、はい、あのー、月9ですけど、はい、海の始まり。海の始まりはい これがですね、あの目黒蓮さん、サイレンと。ああ、わかります。目黒蓮。ね、これ宿題に出したやつでしたかね。あのサイレンとは見ました。そうですよね。ええ、今まで目黒祐樹しか知らんかったという。そう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 。で、有村架純さん。有村架純さん、はい。で、有村架純さんと目黒蓮さんがいい感じで、ぼちぼち結婚も考えようかっていう。時に、かつて付き合ってた、目黒蓮さんが付き合ってた女性が古川琴音さんなんですけど。あの、子供がどうやら学生。 もう何年も前ですよねで実は子供ができちゃったと大学時代ねで2人では話し合ってもうさっきのねめじゃないけど中絶しようかっていうような話になったけど実は古川琴音は産んで目黒蓮とは別れて大きくなった女の子と再会するわけですよ。でそれをもう早々に今あの有村架純ちゃん現 今は可能ですよね、はい、今の彼女も知って、えええー、さあどうしようかと<ー>で親と娘、はい、どうやって愛を育むのか育はないのかまあそれは育むでしょうけど海の始まり海の始まりそしてですね工藤、うん、館ですよやっぱり工藤館をやっぱりすみちゃんもハマっていただきますから、はい、あの見ていただけたのは新宿野戦病院新宿野戦病院はい、はい 面白いらしいですね面白い噂は聞いておりますでやっぱり賛否両論ですあ、そうですかで、小池栄子さんが英語とこれから我がふるさとですけど岡山弁を駆使して早口で幕を立ててアメリカの軍員出身なんやけど日本の免許ないのよだけど歌舞伎町でいろんな分け合いの人たちがやってくるの野戦病院の上に医療行為をするわけええ だけどそこの院長年老いた院長は江本明さんええ人がでるわな。いいで,、ねはい、でそこにいる病院にいるなんか美容系が専門でお金儲けしか考えてないもう一人の主役は中野大学。<ー>いいでしょはい、はい、で、えー、そこで織りなすヒューマンストーリーなんですよ。<ー>だから英語が小池栄子さん流暢ないとかいう声もあるけど、ええ、まあでもそういうところはもう片目をつむって。うん 小池栄岡山弁でも絶対おめえを助けるからのみたいなことを入れるわけ。そういうなんか弱者への目線かな。ええ、弱者への目線が素晴らしいドラマだと思います。いろんな情報放り込みすぎてるから、もうしんどいわっていうようなリスナーの方もいるかもしれないけど、2>, ええ、2回見てください。2>, はい、2回見るとめっちゃハマる。新宿休みはどの曲で富士です。富士で、えー。23年ぶり、工藤館が富士テる そうですか。はい、織田裕二さんのロケットボーイ以来ですね。あ、ロケットボーイは、くどかんなんです、ね。そうなんですよ。あの時に、小田裕二さんが、あの、気の毒なことに、あの、怪我をされてね。ああ<ー>。だから、予定回数が、ドラマできなかった、っていうこともあったんです。えーえー、アンダッキーもあったんですけどね。はい から新宿野戦病院で、あの、最後ぐらい言うときますけど、新宿野戦病院に合わせて、東京の地名なんですけど、錦糸町パラダイス。錦糸町パラダイスってうのこれ僕ね、実は、あの、ダークホースというか、<ー>大穴でちょっとおさしといてください。錦糸町パラダイステレビ東京ど,どんなお話ですかテレビ東京。これね、はい あの、江本時雄さん。あ、あ<ー>先に言本時だけんす息子さん。えー、はい。で、各健斗さん。各健斗さん。はい。で、各健斗さんが社長で、えー、そして、あ、落合元木さんも出るのかなで、その3人で掃除屋さんをやってる、えー、で、8年、9年前かな何年か前に、えー、江本時雄さんが交通事故で、えー、 悲しいかな。あの、下半身不随になっちゃって、その三人はめっちゃ仲いいもんですから、うん、あ掃除屋さんは三人でやりましょうと。一緒に会社を経営して、ええ、でも実際のハウスクリーニングみたいなやつもやれば、あ会社のうんぬんってこともやれば、はい、なんか人が多いに関わってくるなんか掃除屋みたいなのもあるのかな。ほうほうで、その人間模様を、江本時雄さんが出演もしてるけど、プロデュースにも絡んでるみたいな。あ、そうなんですか。30分ドラマ。 30分ドラマやけどめちゃめちゃ小粋なんですよ。<ー>セリフを今後幕くしたてるのがあの工藤さのドラマならばセリフをそんなにこうはめ込んではないけれどももう余韻で見せるというのかな、うん、30分ドラマ僕は入れ込んでんのは今これが一番かな「金糸町パラダイス」「金糸町パラダイス」渋谷から一本かななんか副題がついてましたけど<あ>まあ実際渋谷から一本でいける、ねえー、ですね 三木おすすめは海の始まり、はい、新宿野戦病院錦糸町パラダイスそうですねあの外れたらごめんなさい外れたらごめんなさいけどまあまあまあ究極はね、あのー、自分自身の第6巻に頼るしかありませんから。あのー 禁止パランスを一用紙にささてくださいこの辺とあとまあ虎につばが次の虎にニツバんはね,ねえー、テーマにしましょうか<あ>課題にねえじっくり語りたいとこですよね、はい、だから伊藤沙莉さんうまいですよああそうですか伊藤沙莉さんうまいで虎<か>にツバさも中野大我さんすごいですねあの人亡くなった旦那さんなんですよね っていう役で。そうです。で、あんまり先走って言えないけど、伊藤沙莉さんの次のお相手になりそうなのが。岡田将生さん。イケメンでした。あ、わかります。わかります。錦糸町パラダイスに岡田将生がまた出てるんですよ。うん、これまた。<ー>だから、やっぱりね。いい人の取り合いよね。えー、ドラマってね。うん、えー。客も、お酒の演者さんも,も。そうですね。死ぬ野戦病にも大河さん出てるんですね。中尾大河。出てるんです。出てるんです。ね、主役です。主役。主役で。えー。 もう見だから今聞いて3つとも3作品とも面白いなと思ったんでほんまですかどれが一番んかピクンとはこられました僕はねでもね「silent」とか「のサイレント1個」一切見てないんですけど目黒勇気しか知らんかった男がいいなって思ったんで3作品でも見るようにしますほんまですかはい 今からだったらね時間余裕持って見れるじゃないですかはいはいいつも最後にほんまに夏休みの宿題みたいになれるからそうで夏休みの宿題いつも追い上げ派やん追い上げ派です一切やらないんでねえぜひぜひ見てださい今回ははいそうしますあっという間にエンディングでございます今夜は影山孝彦先生をお迎えして3か月に一度のドラマクラブということでドラマの話をたっぷりお伺いしました ありがとうごござざいいままししした楽のなかなかね「ツバメは戻ってこない」の話があのぜひ見ていただきたいんですよ僕らが言いたくて言えへんことがねドラマのねなんか無理かもしれないけど見た人だけで集まってねうまそう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 そのそう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 んそういうことそうん。 かったな本当にいや、えー、本当にいろいろ考えるドラマでしたね、うん、本当にスミちゃんもだから考えるドラマ好きですもんね<ー>結局だからオープニングトークじゃないけどいろんなことを考えるじゃないですかいろ、まあ、んなことを考えて何しも待ってもいいわーみたいになるけど、うん、結局ベースめっちゃ考える人というか、うん、あの地頭がすごくあるのがね角田龍平ですからいやいやいややっぱりね 感覚変わりましたね子供生まれる前と後とでこの間子供って言ったらねもうあと時間ちょっとしかないですけどスマホがバッキバキになってたんですよ前のスマホがソフトバンクのショップに行ったんですけどあのねものすごいソフトバンクのショップの店員がいるんですよ完璧なあの人は本当に孫正義にどうにかして伝えたいなと思って。 ソフトバンクホークスの一番年俸をもらっている選手と同じ年俸を上げてほしいぐらい完璧なんですよ素晴らしい人が。でこのねスマホ愛がすごいんですよ、はあ、この子って言うんですよ <laughs> でこの僕が古いスマホ持っていて新しいスマホに変えるんですけど、うん、この子からこの子へこの,、ね、この移動させるデータの移動ああこの子からこの子へって言ってて。<laughs> 今日はちょっと子供をテーマに話してるんで最後も子供の話で締めたいんですけど無理からやなもうその本当にね完璧なんですよその人の接客あのあんまり言うたらねなんか迷惑あるかもしれないですけど 素晴らしほん<ー>で最後あの店から出る時もほんまに、ね、あのこれもそのねドラマの『ツバメ』は戻ってこないがバレリーナの話やったからっていうわけじゃないんですけど<う>完全にバレリーナの挨拶の仕方なんですよこう手を広げてこう <laughs> <laughs> あれですかバレリーナがまたまたこう手広げて挨拶する <laughs> 時間ない時に何やけどミちゃんそういうタイプ好きやったか <laughs> いやその人の接客はもうね素晴らしかった<ー>何聞いてもすぐ答えてくれるし<ー>あの子この子ってずっとこの子愛情あるのにでもと、ね、最後の最後 最後にそのねノートンっていうかのウイルスの,ねあのソフト入れてるんですけどで入れてらっしゃいますよねでもこのスマホはもうそんな入れずにもう大丈夫なんでこの入れてらっしゃるノートンをあの別の端末にって最後だけ端末って言ったんですよ最後なんで別の子ちゃうねん思ってちょっと油断したら詰めが甘かったなでも最後の最後はまだこのバレリーナの挨拶で見分けていただいたんではいでは来週もお聞きくださいせーのハマグリハマグリ